はい、皆さんこんにちは。今日はスタジオから飛び出してちょっと撮影に行ってきました。なぜかというと、部屋の中ではできないほどのですね、カメラ用の延長ロッド、いわゆる通常なら自撮りとかするときに1メーターぐらいまでの自撮り棒というのを使いますけれども、今回は激安のテム、あちらで約2000円ぐらいのグラスファイバーのロッド、それがなんと3メーターもあるようなものを購入しました。ですからそれをですね、部屋の中で伸ばしてもですね、見せることもできないですので、近くのですね、運動公園というところに行ってですね、それを伸ばして皆さんに見てもらおうと思ったわけです。せっかくですから、先日から買ったホバーエアーの X1 小型ドローンですね、これも持って行ってですね、飛ばしてみましたので、その2つのレポートというより、まあ僕のお遊びみたいなシーンを見てみてください。では行ってみよう。はい、これは3メーターの自撮り棒を買いました。向こうにあるのが11インチの iPad の大きさです。ですからだいたいここは3、40センチあるんですけれども、これが3メーターまで伸びます。ちょっとやってみます。これを3メーターまで伸ばします。伸ばすのはこうやって釣り竿のように伸ばします。これはグラスファイバーです。ここを緩めてまた伸ばします。もう一段あります。はい、こうやって伸ばしました。長さこんな感じです。じゃあここにスマホをつけてやります。本当はここに DJI のポケット2をつけたかったんですけれども、充電がなくなりました。充電池持ってくるはずが忘れたんです。はい、普通はこんな近くで撮るわけですよね。普通のカメラってこんな感じじゃないですか。1メーターぐらいの自撮り棒だったらこんな感じにするんですけれども、これをですね、どんどん伸ばしていきますね。はい、随分高くなりました。はい、木の上の観察までできそうです。グラスファイバーだからかあまり反らないです。3メーターもあるんですけど、ピーンとしてます。でも若干は揺れます。はい、こんな壁の高いところも撮れるようになります。はい、こんな小さな屋根の上に何か乗ってないかなというのも映せます。炎天下だったからかカメラが温度上昇中で撮れないって言われました。今日はやっぱり暑いんですよね。そう簡単にはいかないようです。もう一回上げてみます。3メーターって長いですね。向こうの方に映っているのが運動公園の施設です。フォローモード。
はい、降りてきました。まずは試験です。じゃあ今度は自由に飛ばしてみます。マニュアル操作。はい、ここは運動公園です。昔ここにはプールとかがありました。これあまり遠かったら映らないぐらいやね。はい、これ方向転換。ああ、キラキラ。こっちを向いてたら操作がしやすいんだけど、逆になるから難しい。だから自撮りモードって感じですよね。あれ？あ、上、これか。あれ？戻ってこない。よし、戻ってきた。はい、戻りました。
はい、そういうことで今日は外に撮影に来ました。めっちゃ眩しいです。もうじき日が落ちるんではないかなという感じです。こんな自然なところに来るのは前のドローンを撮りに行った時、それぐらいですね。なかなか僕も外に出る機会がないので、たまにはこうやって汗を流さないといけないなと思っています。では今日のドローンとそして長尺自撮り棒、これのレポートを終わりたいと思います。じゃあ、またねー。